その欲しいものと交換をしようとすると思う。だから今の牛みたいに。で、うちも別に売れなかったら売れなかったで、ヘンリーなりなんなり誰かが覚えればいいから、結局。だから別にこっちも腐んないんだよね、売れなくても。これをスクラップとかで売ったら、まあマジで損する。その時初めて損する。だから本当に欲しいものと交換する。で、うちが今もう本当に欲しいのって、ライフル関連だから、ライフルの武器本体のブループリント、まあ、もしくは現物か、まあ、だから、弾大量か、あの、弾の BP じゃん。うん、このルール結構面白いよね。逆転してるよね。通常のラストと、価値が。まあ、本来、形としてはこっちの方が不自然なのにな。スクラップの価値がないのは本来まあ破綻してはいる。まあ正直前のサーバーの時は前のサーバーの時で面白かったけど、同じ設定だとまあ前ほどは盛り上がらなかったかもね。前は前でいいあれがあったけどな。こんぐらいのタイミングからもうロケランとかちょっと遊びで打ってたもんな。消えてない？あ、いた。サメがいたら即逃げしていた男がいたらしい。さっきコメントで偉大さん病んでたツイートしてたからうんぬんみたいなの見て、なんか優しくしようかなと思ってた。それでは忘れてた。ゼロストさんのアンチって確かに俺もネタだと思ってたけど、本物がいるってことかな。まあロル時代のアンチとかだったらもう俺は知り得ないからあれわかんないけど、やっぱりどの世界にも本物がいる。偉大なアンチ、偉大なアンチではないだろう。偉大のアンチだ。